まりましたか。始まりましたね。こんばんは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 、皆さん。皆さん、こんばんは。始まりました。大注目の恋愛動画入ってましたんで紹介します。紹介していこうと思います。お、いいですね。こんばんは。こんばんは。はい、ではまずワコマリエから、はい、言いたいと思います。行きましょう。はい、出ました。ティム・リーハイの、まあ、新柄ですね。この虎と竜がグラフィックに入ったリオセル生地のアラファシャツ、うん、いや、アートですね、これ。ちょっと、ボスも言ってましたが、水墨画みたいな感じで、のタッチみたいな、そうなんですよ。このモノトーンの部分もね、結構いろんな色使われてたりとかして、はい、動かし方がすごいで、モノクロのカラーもあったんですけど、うん、完売で、ありがとうございます。いや、これだってこう綺麗にさ、正方形に折りたたんで、はい、額縁に入れて飾ったらみんな絵だと思うよ。確かに、うん、そんぐらいやっぱこう作品として素晴らしいアートな感じで入荷しております。で、ちょっとお値段もいい感じなので、はい、いい感じですね。 ご検討くださいアウター一着は、まあ確かにね、買えるぐらいなんですが、うん、年中着れますので。年中着れます。まずアロハ。アロハそう、はい。あと、今りょうちゃんが履いてる、同じくティム・リーハイの、ティム・リーハイのアロハショーツですね。はい、当店パープルとオレンジ、はい、のみの取り扱いで M だけになっちゃいました、はい、ですね。はい、でウエストはゴムと、うん、紐で調節可能になってます、はいはいはい、あとボタンと、ボタンとあとジップもついてる。ジップもついてます、うん、はい。で両脇にポケットもあって、あと後ろにもあるね。後ろにもポケットが、後ろは片方、片方にボタン付きのね、はい、バックポケットがあります。ここに財布とかも入れれますね、はい、素材がレーヨンですね。こっちはレーヨンです。はい、で着用が、オレンジの M サイズをちょっと腰下履きぐらいな感じで、うんうん、ゆったりめに入ってます。ゴムなんで、あのそんな窮屈な感じではございませんが、うん、175cm で M でこんな感じです。でもアロハシャツはね、結構みんな着たことある人たちも多いと思うんですけど、はい、アロハショーツって、まあ、昔から出てるけど持ってないっていう人たちもいると思うんで、まあ、特徴というか、まあ、アロハシャツ着た時と同様にアロハシャツ着るとなんかこう独特の雰囲気出るじゃないですか。やっぱこの光沢感とひらひら具合とドレープ感っていうのかな、はい、まあ、それがパンツにも適用はもちろん当たり前ですけどされるんで、やっぱここも普通のショーツと違う雰囲気は出てくれますよね。特にこうやって総柄だったりとかすると、まあ、今みたいにこうプリントの T シャツとかと合わせても問題ないし、まあ、無地 T とかに合わせるだけでもね、かなり様になるん で、 あとさっきりょうちゃんも言ってたけど涼しいよね。涼しいです、うん、ちょっと海はあれだと思うんですが、待ち履きとか、うん、ご自宅で履く分にはいい感じです。コットンとかナイロンとかと違って、まあナイロンってそんな通気性がいい素材ではないんで、なんか一見サラッとしてたりとかするんですけど、汗かいたら結構まあその湿気が逃げなかったりとかして、まあなんかウェット感というか肌とその生地の間のこう蒸れっていうのはどうしてもちょっと避けられなかったりとかするんですけど、やっぱこれ A4 とかってさらっとしてるよね。ある程度風も抜けてくれるし、生地自体も、まあ、光に透かすと結構透けたりとかするような素材なんで、本当にこう常に快適にさらっと履ける
パンツですね。うん、レミのシャツですか。あ、これですか。これそうです。レミのミリタリーシャツです。これなんだっけ、表記ブラックかな。チャコール。チャコールか。チャコールです。チャコールとカーキっていう二色展開ですね。はい。自分結構寒がりなんで、あのずっとエアコン効いた室内にいると長袖を着ることが多いですね。夏とかでも。薄手のミリタリーシャツです。SS 終わりですか。間もなく終了です。そうですね。あとなんか入ってくるの？和光だとあのコラボが。あ、そうだ、あのコラボだね。あの靴のコラボがまだ残ってます。チャコール持ってます。あ、これ持ってますか。めっちゃいいっすよね。あとこう日焼けとかね、洗濯で自然にこう退色していく感じもやっぱミリタリーシャツの良さでもあると思うんで、真っ黒い格好にこれだけこう刺すのが最近ちょっといい感じですね。フェード感ある。 SS も間もなく終わりですね。うん、はい。スニーカーいつですか。スニーカーはティンバーですね。ティンバーのティンバーコラボがあるんですが、本来なら6月中だったんですが、はい、7月にずれ込みました。そうなんです。で、今週もなかったんで来週か再来週かなと思います。ですね、お楽しみに。はい、それのことですよね、スニーカーって。スニーカーって多分それのことだと思います。ですよね。まあ秋冬でも出るんですけど、お楽しみ。春夏の方だとそれですかね。はい、はい、じゃあ次クーティーですね。クーティーから、いやー、爆発しましたね、これは。ありがたいことに、はい、忙しくさせていただいて。本当にね、発売からもうずっと店頭もネットも、うん。バンズは？バンズ？ワコマリアのやつですか？ワコマリアバンズですか？ワコバンズは、はい、なかったです。ないですね、すいません。はい、とまあ、クーティーのスポットが、SS の終盤にぶち込まれました。はい、まあ、スポットですね、これ。スポットです。はい、前がクーティープロダクションが小さめに入ってますね。はい、はい、で後ろがまず、はい、こちらのジーザス。ジーザス、キリストですね。キリストのプリントが入っておりまして、はい、前でおなじみ、はい、オーバーサイズのシルエット、はい、スリーサイズ展開ですね。 SML の展開になっております。これもあと着てみますんで、はい、りょうちゃんがお待ちください。とりあえずさらっといきます。はい、でもう一種類が同じカラー展開は一緒で白と黒だけなんですけど、バックプリントですね、違います。前は同じです。はい、後ろがマリア。マリア黒とオフホワイトです。まあ、このマリアかキリストどっちか選んでくださいっていうのはアンチドートのね、ペンダントトップとかでも同じですね。はい、ありました。皆さんはどっち派なんですかね。まあ、売れ行きで見たらちょっとマリアの方が早かった。マリアの方が公式の方もすぐ完売して、うん、はいはいはい、皆さんやっぱ女性の方がいいんですかね。マリアさんです。後で着てみます。そうですね、まあ、買った人はなんでこっちを選んだかみたいな理由を聞きたいな。皆さん買いましたか。うん、はい、やっぱり女性背負った方がいいっていう感じですかね、どうせ背負うなら。続きまして、2年ぶりのリリースですね。はい、ファックスから濃い口シャツ、はい、懐かしい。懐かしい、売れましたからね、1回目出た時もめちゃめちゃ売れましたからね。サイズが中と大っていう感じで分かれてまして、はいはいはい、濃い口着てほしいですっていう。あ、もう、ま、待ってましたと言わんばかりの。じゃあ俺来ますんで、
濃い口シャツが、うん、今週あ先週か、うん、先週リリースしたばっかです。なんか生地感も独特なんですよ。やっぱ結構通気性、まあ、生地厚手だよね。触った感じ、ね、しっかりしてる固めの厚手のコットン生地なんですけど、まあ、手拭いのような感じです。あ、そうですね、固めの手拭いみたいな感じで、はい、まあ、着込んでいくと多分柔らかくなっていくような感じイメージですかね。もうしっかり夏も着れるようにある程度こう縫い目の粗さっていうか、まあ、緩く編んでるんで通気性もあるのかなと思いますね。今ボスが濃い口シャツをてます。もうこのシーズンですよ。独特の雰囲気になりますよねこれ。やっぱりはい、着方としてはもう普通にシャツとして着る感じで大丈夫ですね。 T シャツとかの上に着たり、まあ、別に柄物ですけどプリント T とかの上に着たりもいいでしょうし、まあ、あのメーカーのおすすめの着方としてはやっぱジャストサイズで着てほしいみたいな、はい、感じでしたね。172センチで、これ今中っていうサイズですね。真ん中のサイズ着てます。肩周りは確かにちょっとこうジャストな感じしますね、はい、ジャストで着てください、うん、まあ袖もなんか7分、8分ぐらいの袖だけですね、うん。ノーカラーシャツみたいな感覚、まあ、カーディガンみたいな感覚でも着るか。こんなこれ一枚羽織ったら不思議な雰囲気になるっていうアイテムもなかなかないですから、はい、派手な柄とかはもちろんねその独特な雰囲気になったりするでしょうけど、雰囲気というかまあ形は普通で柄は激しいみたいなのもインパクトとしてはもちろんありですけど、これに関してはもう形自体があまりこう皆さん見慣れない形であると思うので、なんか面白い雰囲気は作れますよね。柄はこういう感じです。これ鱗っていう柄ですね。気になることあったら考えてくださいね。で今りょうちゃんがフーティーの T シャツを着てみようと思う。お、着てくれました。オーバーサイズ T のサイズ感はこんな感じです。これが L です。いや175センチで L サイズいいですね。やっぱクーティーらしい綺麗なオーバーサイズですわ。まあ、アロハとかでも言いましたけど、やっぱこういう大きい T シャツとか大きい半袖シャツってアウターにもしやすいんで、下にロンT重ねたりとか、まあなんならスウェットの上に着たりとか、まあ、そういうのも全然できちゃうと思うんで、うん、このオーバーサイズでこっからこう袖レイヤードするとかも超かっこいいんで、夏だけのアイテムじゃないですからね皆さん。183センチだと濃い口は大で大丈夫そうですか？大で大丈夫です。そうですね、小中大の設定なんで、はいはいはい、一番大きいサイズで大丈夫ですね。間違いなく大でジャストで着れるかなとは思います、はい、確かになんかこうちょっと大きめに着てみた方がいいんじゃないかな今の時代感的にとかって思って、いろんなサイズを俺も着てみたことはあるんですけど、やっぱジャストで着ないとこの雰囲気は出ないかなって思いますね。好みでしょうけど、そこはこういかにもな感じにならなくどう着るかっていうのが多分このシャツの面白いポイントだと思うんで、まあ、いかにもっていう着方になると、例えばこう裸でこれ着るとか、あとは、まあ、テキヤっぽくこうヘンリーネックにこれ合わせて、なんか敵屋っぽくなるじゃないですか。だからそうならないようにどう着るかが面白いですね、これに関しては。だから綺麗なアイテムとかと合わせると
いいんじゃないかなと思います。あと今りょうちゃんが大きい方を着てみると思うんで、こいつしちゃう。であとここ袖の裏が白い生地になってたりとかするんで、これもまた面白いですね。りょうちゃんが175センチで今から台を台切ります。わかんないですよね。でも実際こういう特殊なアイテムだからこそ、サイズ感とか直接試着できない人にとっては、はい、来ました。175センチで大サイズです。いいサイズ感じゃないですか。まあでもこの肩のつなぎ目がここに来てるんで、まあね、183センチの肩でも、うん、いいと思います。テキヤっぽいね、これやっぱ素肌で胸元開いてるとこれにタオルでねそうだね、手ぬぐい、ちょっと手ぬぐいやって。でもこれは雰囲気出る一着だと思うんで、出ますね。おすすめです。うちの出すアイテムの中でも相当相当パワーですね。ね、インパクトのある形の洋服だよね。はいはい、これがティムリーハイのアロハシャツですね。172センチで、これ M サイズです。まあ、ちょうどいいですかね。これ素材なんだっけ。リオセルです。リオセル、俺の好きなリオセル。はいはいはい、お祭りですね。お祭りだね。でもこの上まで締めるとまたいいね。こうで、あのなんか生なんか文字書いてあるの木の、あのぶら下げるやつつけてあれ何なんだろうね。何なんですかね。なんかお守りみたいなやつ。お守りみたいな、あれ何なんだろう、気になってるんだけど、何の意味があるんだろう。あれなんか名前なのかな。なんか自分のなんか頭文字じゃないですけど、うんうん、なんかそういうのを彫ってつけてる人とか、うん、名前ね、なんとか組みとかね。そうです、はいはいはい、のなんかインスタで見たことです。なるほど、そういうことなのかさ。ストーリーが、はい、大です。ご参考までにしてください。ちょっと僕もまた着替えます、うん、お次はマリアの白 L とかで。全部それ L？ L です。あのめちゃめちゃ売れたんで。これも L？ それは S です。 S？ じゃあ俺 S 着るかな。今 S 着てみますね。皆さんこんばんは。今日はめちゃめちゃクーティーの T シャツが爆裂ヒットです。うん、ヤマト君、クーティー今日発売の T シャツって M は大きいですかね。いや、大きすぎることはないですね。全然大丈夫です。ただまあ S でもある程度大きくはなるんで、今ちょっと着てみますね。俺が S 着るとどんなもんなのか。 M がもうないのか。 M あるやつってない。 M が、あ、これの M、それの M はあるですかね。じゃああと M も着比べますんで。残りわずかです。はい、ちょっとあの比べるの見てください。これがマリアの白 L です。175センチで L サイズ着てます。前にプリントと後ろにマリアが入ったグラフィックですね。
はい、172センチで S サイズです。 S でもな、結構ね大きめだよね。最近の俺の気分的には S でいいかなって思ってて、でも今までのオーバーサイズ T とか全部俺M買ってんだけど、気分的に S でも S でも、はい、ヤマト、これが S ですね。じゃあちょっとあと M きます、はい、こっちです、こっち、今日うろうろしようブラックはもう出てるだけになりますね。あららら、早い。ブラックはもう L だけ。どっちがお好みですか、トモさん。りょうちゃんどっち派？僕はマリアですか、ね。マリアだ。なぜマリア？女の子だから。やっぱみんなそういう理由か。あの、女の子だから。そういう理由か。ゲームとかでも女の子のキャラ使うタイプ？ピーチピーチ。でもマリアがすぐ完売したんじゃないですかね、本店も。そうなんだ、やっぱり。ブラックの S は完売ですかね。ブラックの S は完売です。完売ですね。すいません。やっぱ S サイズね、早かった。 S は早かったですね。多分クーティーとかそんな着ない人もこのデザインはかっこよくてとかちょっと考えると、あんま大きくない方が良かったりとかで、多分今日のあと女の子とか、そうですね、着た人もそんな感じでした。 M サイズ、はい、しっくりくるサイズ感だな。172センチで M サイズですね。このクーティのオーバーサイズ T シャツ何がいいかって、もう服がめちゃめちゃでかいから、こう錯覚で顔がめっちゃ小さく見えるっていう。それあるかもしれないです。あるよね。あとガタイちょっとよく見えて、よく見えたり、俺的にはすごい嬉しいだよね。だから M サイズとかの方がなんかこうすごくないか、この視覚効果、立体感が、うん、これに太いパンツとか合わせると、普通オーバーサイズの服ダボダボって着るとスタイルよく見えたりしない、逆に悪く見えるんですけど、クーティーの服はやっぱスタイルよく見えるんだよ。もう半袖ではないですけどね。もう七分ぐらいは。七分ぐらいですかね。ありますけど。やっぱこうヒラヒラっと服と体の間にできるスペースが大きいんで、結構風も通ってピチッとした T シャツなんかよりも全然涼しげです。はい、涼しいと思います。ヤマト、こんぐらいです。M で。いいんじゃないですか、でもこんぐらいで。俺はいつも M 買ってます。ご参考までに、はい、M サイズでした。あー、そっか、ヤマトがブラックの S が良かったのか。そうなんですよ、まあ、あともう L しかないんだよね、黒はね。 M が、M ももうないもんね。 M はもう白だけ。そうですね。で、このそれですね、このデザイン、キリスト、キリストの方のジーザス M と、これもキリストか、S、あ、そうですね、キリストの白が S と M まだ残ってる感じですね。ちなみに俺は完全にキリスト派ですね。僕はピーチャーです。ピーチ、ピーチ、ピーチ。マリカーだったら俺はピーチかな。メタルマリオが好きかな。重い、うん、あ、でも見た目はね、見た目ですか、見た目的に。そのタイプ的には俺あのキノピオとかが好きで、速いやつだ。そう、加速が速いやつ、うん、M 良さげですね。迷います。そうですね、 M 全然大丈夫ですよ、今回。そこまで太くないパンツ合わせても全然いいですし、極太のパンツ合わせてもいいですし、
とはまあ俺このオーバーサイズ T の下にねスウェットとか着るの好きだから、履き口とかそういう着方もするし、パーカー着たりとか、よくねこの大きすぎる T シャツこの上にアウター着るの迷いますって言われるんですけど、これはアウターにしちゃえばいいっていう発想で、身長何センチでしょうか。172センチです。172センチで58キロぐらいかな。58キロで、これで M サイズです。S でも全然大丈夫ですけど、さっき S も着比べたんで、ちょっとアーカイブ残った時に巻き戻ってみればちょっと比較できるかなと思います。結構変わりますから、その3サイズ展開のアイテムに関しては、うん、通常の T シャツが M から L になるサイズピッチ、うん、1つ、ワンサイズでどのぐらいの何センチ増えるか、身幅とかがっていうのも、この3サイズ展開のやつだとその幅がめちゃめちゃ大きいんで結構印象は変わります。ワンサイズ上げるだけで究極どっちもいいんですよ。俺だと S と M でも究極です。そうだからどっちも欲しいっていう、どっちも持っときたいって現象に陥るんですよね毎回。あ、ハートありがとうございます。まあ、今週の紹介はとりあえずそんぐらいですか。こんな感じです。クーティーの T シャツ残りわずかなんでお早めにと、コマリアのアロハシャツとアロハショーツですですねですね、はい。夏バテしてないですか皆さん。暑い、気をつけてください。本当に関東は梅雨明けしたみたいで、仙台もしたんですかね。しました。仙台もなんか 雨の感じがあんましなかったですね今回の梅雨は。来週雨らしいですけど、仙台雷雨ですかね、雷雨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 来週雷雨。嫌だね。嫌です。嫌ですね。気をつけてください、本当暑いんで皆さん。服着たいのは分かりますけどね、あんまこう無茶しないように。そうですね、はい。まあでもあのお店はギンギンに冷やしてるんで、はい、お待ちしてます。はい、涼みに来ていただいても大丈夫なんで、はい、ぜひ近くに来た方は遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしております。ということで、はい、ちょっと早いんですけど今週こんな感じで、こんな感じでお疲れ様でした。ありがとうございました。見ていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、アーカイブ見てください。あとありがとうございます。